おはようございます。アシスタントの山子です。今回のミッションはこちら。小仏城山北東尾根で城山に登り、影信山まで縦走して東尾根で降りてきてください。いずれも一般登山道と違って道しるべが立っていません。地図読み能力が問われるルートです。さほど山深いエリアではないので、経験者向けルートの中の入門編といったところでしょうか。それではどうぞご安全に。
お疲れ様でした。ご無事で何よりです。地形を読むのはおおむねできていたようですが、直線上での現在地の特定がまだ甘いですね。周辺の特徴物をよく見たり、歩行時間を測ったりすることで把握できるはずです。また、そういった作業をこなす速度も重要です。登山小サイズには、道しるべなしのルートが、他にもたくさん載っているので、引き続き練習していきましょう。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。